K さんと同期の、うん、天子インターの渚さんに、はい、飲み連れて行っていただいて初めて、うん、でこんなん言うたらね営業妨害になるかもしれないですけど、渚さんってマジめちゃくちゃ優しいじゃないですか。めちゃくちゃ優しい。めちゃくちゃ優しいですか。ほんまあんま言ったらダメですけど、渚ちゃんってめちゃくちゃ優しい。めっちゃ優しいじゃないですか。超気遣いだし、はい、で優しいなって、なんか一個一個後輩でね、うん、普通にこういろいろ気配ってくれはったり、うん、そんなもう後輩ですからいいんですよみたいなぐらい、こっちが思うぐらい気使ってくれはるから、まあ優しいなと僕ここなんか思ったんですよ、うん、僕渚さんあの風貌やのになんでか初対面から怖いイメージなくて、それなんでやろうって思い出したら、あの一番最初らへんご一緒して初めて話した時が、うん、名古屋のあの収録ご一緒させていただいたんですよ。でその収録が西芸人東芸人でこう、まあ、バトルするみたいな、ネタバトルするみたいな。でそのネタバトルの前にドア玉にその負けへんからなみたいな感じで喧嘩をするみたいな流れからネタバトルみたいな流れやったんですよ。でそこにね、その喧嘩の流れのとこにそのスタッフさんから渚さんが、東京タワーのプラモデルを蹴り飛ばしてっていう指示があったらしくて、でね、でそれをこうあの説明を受けてはった直後に渚さんが僕のとこ来てね、僕挨拶しかしたことないんですよ。山添くん、うちな、東京の人好きやし東京タワーも好きやから、うち東京タワー蹴り飛ばしたないねん。優しい心と思って、そうっすねって言って、で、あの2人でどういう風に喧嘩をするかみたいなんで、じゃあ僕、あのこうしますしみたいなで、渚さんがあじゃあこうするわみたいな感じのやり取りをして、優しい人やなと思ったら、僕急遽、ネタの出番が僕早めやって、そこに参加できなくなったんですよ。で渚さんにすいません僕それできなくなりましたって言うて、本番始まって、でお前らに負けへんからな、おい西が一番なんちゃうからみたいな、東京の芸人負けへんぞ、大阪の芸人がないやみたいな、うわーやり合って、で多分渚さんの番になったんですよ。渚さんバーン抜かれて、で渚さんがねこうカメラの横からね東京タワーのプロモードバーン渡されはったんですよ、これどうすんのかなと思ったら、渚さんそれ持って地面にポンと置いて、蹴ったりはでけへんけど絶対に負けへんって言って、優しい優しい優しいお姉さんやなって、めっちゃ渚ちゃんっぽい。